なでハンバーグを作って、はい、あとはもう一品何ですか。あ、オムライス作ります。オムライス材料買ってきました。イエイイエイすごい夏だね、かなごくん。うん、すごい夏。あ、いいな。あれ、格好がね、カメラ撮りながら階段降りるのちょっと難しい。怖いですよね。いやいい街ですね。結構緑がいっぱいあって、いい街ですね、やっぱり、うん、いい街、うん、落ち着くかも、やっぱり。はい、乾杯。ハンバーグとオムライスを。オムライスを。これ担当とかあるの？うん、何も決めてないね。うん、え、どっちから作る？あ、多分まず米炊く。あ、それも。あ、確かに確かに。あ、何合炊けばいい？え、なんかすごいね。まあ、3でいいか。綺麗。米びつ。豆だよね。うん、豆。あ、そうなんだ。掃除がね、してもしてもゴミが出てくるから。え、でもゴミ出しする瞬間ってめっちゃ好き。あ、わかるわ。え、わかる。達成感。なんでなんか、本当にゴミさ、出す前にさ、家のゴミかき集めてさ、出すじゃん。出す。あん時、めっちゃもう、脳汁出るよね。結構入れとく？あれに。あ、入れとく？あれにとくでもいいか。賞味期限。最近さ、あれとかさ、うん、って言っちゃう、言うのが多い。あれ、それ。あれはね、増えてくよね。水が多いものができるのかな、これ。あー、手洗ってないけど。あー、手洗わなきゃ。金子エキスが。ごめんなさい。リズム感良くなりそう、食べたら。だといいですが。パパパパー。何それ。いや、今炊飯器が、炊こうとする音です。あ、多分ちょっとね、落ち着きがないんです、普段より。なんで、なんで。自分のうちにレジリさんと豊木で来てるっていう。あー、そう。異質な状態が、ちょっと、ね、テンション上がってます、うん、なんだったら毎月のようにぜひ。クッキングスタジオ。クッキングスタジオ。そう、もっと料理したいんだけど、一人だとそのモチベーションもないから。確かにね。なんかさ、作るよりさ、外食した方が安い場合もあるじゃん、うん、そうだね。わかる、これある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 、ね、え、これ切る？切るか、あ、包丁がこちらにあります。え、待って、何？作り方さ、わかる？あんまりわかんない。メモリしてるようなしてないような。じゃあなんかこれ今じゃああれでしょ、ハンバーグです。ハンバーグね。ハンバーグです。でちょっとボールがいる予感はしてて、あ、ボールは絶対いるよ。そうだね、多分この中にそのハンバーグとの元となるものをこねこねするんじゃないか。こねるときになんか手袋っぽいのがあってもいいのかな。ある、確かあるんですけど、でもあれ掃除用のやつの、なんか見栄えが。それやだ。だから素手でやろう。うん、え、こうやってさ、うん、みじん切りだよね。みじん切りかな。みじん切り？この豊平さん普段は料理は？え、料理します。お、無茶してるよね。え、うち結構する。自炊派？自炊、あ、でも、はい、休みの時は絶対するかも。え、合ってるこれ？え、なんか。はい、まあ。全然合ってると思う。え、そう、金子くんやってよ。いや、俺切り方また全然違うんだよね。え、いいよいいよ。切り方が最初にね、包丁をねこうやって切り切らないぐらい入れとくね。プロ。そう、プロっぽいかもね、確かに。そうそう、これぐらい切っておいて、あー出てきちゃった。で、まあ縦軸も切っておく。まあこれでちょっとバラバラに、え、すごー、そうバラバラになるんだけど。え、ちょっとさ、すごい。そうそうそう。え、さっきうちのことバカにしてみてた。いや、バカにしてみてない。効率悪いって思って見てた。いや、そんなことない。で、これを切っとくと、なんか結構まばらになるのが早いっていう。え、すごいね。うん。が、一気にまばらになる。うまい人はこうも切るのかな、わかんないんだけど。あ、やっぱ、泣くかも。なんかで見た裏技で、ここに濡れたティッシュを置いとくと。あ、それが吸ってくれるの？そっちに。だから、一番近いなんていうの、水分に反応するんだって。あ、そうなんだ。で、それがその人間の目なんだって。なんか要するに水があるところ。やりましょう、それ。それでマシになるんだったら、ぜひやりましょう。シュールなんかこれ。シュールだね。あ、そうだね。なんかこれ何を。なんかお供え。ね、お供えして。なんか結局俺が切っちゃってる。多分こっちの線がすでにあるから、こっちから切った方が細くなりやすいかも。みたいなことをいちいち考えながら。すごいね。あ、もうダメだ。結局多分このティッシュより僕の目の方が水分が、あ、潤ってる。潤ってる。玉ねぎで泣いてるところを取られる日が来るとは。サムネイルに使っていいですか、金子大号泣。ああ、大号泣。え、あれエフェクトやる？エフェクトやる。何のエフェクトやね。本当だね、俺まで目が痛いな。聞いてないんで。実は聞いてません。全然聞いてない。え、これボール入れる？ひき肉。
え、なんかこれ温めんだっけ、焼くんだよね、ちょっと飴色になるまでみたいな。あ、最初に焼く、あるかも、そうだよね、うん。サラダ油嫌派なので、うん、米油、一応米油にしてて、うち大豆。いいねそれ。そう、なんか見つけてスーパーで。それ良さそうね。で、まあ全部じゃなくて確かに半分ぐらい。あ、今はハンバーグ用に玉ねぎを飴色に、うん、なんか緊張するピアノ弾くときはそんな緊張しない人、はい、あ、しないかも。炒めるときの方が緊張する。炒めるとき、なんか料理取られることってないよね。あ、ないね、ないね。最近豊秀彩香チャンネルがこの間のさ、なんか仕事に行く前と帰ってきたやつが、はい、結構回ったんじゃない。あ、あれなんか最近見たら800回ぐらい、ね、言ってる。え、でもみんなチャンネル登録しろって思いました。あ、そうだね、見るならね。そう、減るもんじゃないんだし頑張ろう、 YouTube 頑張る、うん。え、料理ってさ、うん、なんか瞑想っぽいよね。瞑想っぽくない？近い近い近い。なんか集中できるのがいいよ。いやいや、わかるよ。なんか無心になってできることだから。なんか、え、そうそうそう、うん。料理するときは、休みの日はお酒飲みながらやってる？あ、やんないか。あ、そうなんだ。普通にシラフでやってますシラフで料理してる。シラフで料理してる。食べるときは？食べるときはでも普通に飲まないかも。え、そうなんだ。一人では、一人で飲まないんだ。一人の時はね。じゃあ家で一人で、あーっつってプシュとかやらないんだたまにやるけど、晩酌はしない、あんまり。金子くんは？え、一人で晩酌ですか？一人で。ほぼほぼないですね。なんかしっかり酔うまでっていうのはないかもしれない。シンプルに、なんかあのお酒の味ちょっと欲しいなってなって、一口飲んで、終わりみたいな。あ、じゃあ噛んだとダメだね。そしたら。そうですそうです、うん。だから今ウイスキーで持ってるのはすごくいい。あ、そういうことか。塩コショウ入れる？あ、そうだったね。じゃあブラックペッパーと塩っていう感じでちょっと入れようかな。いくよ。はい。ははは。ははははははは。こんなもん。謎だから配分が。塩もいくよ。うん。はははは。なんか、いい感じ。いい感じになった。なってきた。あ、そうだ。ハンバーグの真ん中に氷を入れるっていうのは。なんか聞いたことある。何それ。なんだっけ。氷入れるとどうなるの。なんか、その分、なんかね、肉汁がじゅわーって出てくるような、美味しいハンバーグになるんだって。へぇー。X で見ました。X すごいライフハックいっぱいあるね。そう。え、これさ、うん、パン粉と、卵、牛乳。お、振り始めましたね。やってる人に見えるの。ハンバーグの材料すべてを入れて手早く混ぜる。何を見てるんですか。え、クックパッドの簡単美味しい基本のハンバーグ。基本大事だもんね。そう、基本大事。これちょっと測って。はい。大さじ5。いや、なんか重りが所持してるんだけど。所持してる。重りっていうか、はかりです。はかり、はかりだ。重りじゃない、さっきから。そう、さっきから重り。あ、これでいいのか、別に。え、でも大さじとかの次元じゃないよね。え、だって大さじじゃないこれ。あ、大さじじゃない。え、あ、そっか。いや、重さで測るのかと思って。大さじ5。大さじ5ね。うん。で、卵1個、牛乳40。1、2、3。はい。じゃあ、いきますか。え、ちょっと手洗う。はい。あ、うん、あ、混ぜてくれるの？え、混ぜていい？あ、いいよ。え、すっきり。混ぜるの好きなんですよ、私。楽しい。うん、うわ、ほら。あ、この、そのね。この、そのね。うん、その、それね。わあ、これハンバーグでしか味わえない。そうだね。うん、確かに。ASMR。ASMR ってことはちょっとこうだね。そう、なんかストレス発散できそうな感じ。なんかイヤホンで聞いたらやばそうな。そうだね。え、これでね。そうだね。
なんか意外とちっちゃいのになっちゃいそうだね。3人分って考えて、あ、ペア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 、これやるよね。そう、ペチャンって、あ、ペアいいね。焼く？え、焼く？あ、うん、え、うん。でも今焼いちゃうとさ、そう、ちょっと、確かに、あ、これじゃあ置くやつ、そ そうなので置くやつでしょうかな。時間差が、え、かわいい、かわいい感じになった。あ、いいね、めちゃくちゃいいじゃん。おお、すごいな、バットとかあるんだ。本当はオーブントースターのなんか、時のクッキーとかジューってやる。クッキーとか作るんだ。作ったことあるね。あるのはクッキーと、かぼちゃのケーキみたいなやつ作ったことある。すごい、かわいい。そう、パイみたいなの作ったことあるな、一応。あ、いいね。うん、スイーツ男子化してますね。やるときはやるんですよ。え、ご飯炊けるまで待つんだよね。あれ、いや、そこまで待つ、そこまで待つ。うん、さっき55分って出てたから、あ、みたいな。そうそうそう、だから、あ、そうだ、オムライスのこと考え、そうだ、この状態で待て、そうだ、あ、早炊きにすればよかった。あ、でもそれこそこの種、うん、あの冷蔵庫で一回寝かすと、あの多分固まってて、その崩れにくくなるとかあった気がする。なるほどね。あ、じゃあそうしよう、ラップして冷蔵しとこうかな、その間ちょっと一旦。あ、優しい優しい優しい。結局こうなる。え、こうなるよね、これあるよね、やるよね、うん、なる。チキンライスの準備ってさ、いるかな。あーね、まあでも、あ、そう、ちょっと細かく切っててもいいかもしれない。切ろ、うん、え、チキンライスってさ、うん、これと、これで、これビャーってやって、ケチャップビャー、そう、お米とビャーでいいと。ビャー。あ、そうだね、コンソメのチップがあって、あ、コンソメに入れると最高になるよ、ね、いいね、いいね。わー、さすがだね。これ、これ、これです。いい感じにお腹空きそうな予感がしてきた。お腹空きそうな予感がしてきた。二重で未来系だ。空きそうな予感あるよね。ある、空きそうな予感ある、うん。今日は何も食べてないの？食べてない。お、食べた。食べました。食べた。朝ごはん、わかめスープに溶き卵入れたやつと、うん、魚肉ソーセージとポンデリング焼いたやつ。あ、焼いたやつ食べたの？食べた。え、俺食べたかった。俺食べたい、ポンデリングの焼いたやつ。めちゃくちゃうまいよ。あ、ほんと？え、これ合ってる？え、合ってるよ。あ、でももうちょっと細かくてもうまいかもしれない。あ、そうだよね。ごめんなさい、それは俺のあれだから。確かに、うちね、でかいんだよ、カレーとかもさ。あ、そうなんだ。でかくなっちゃう、なんか大雑把だから。あ、大雑把。俺はその単純に切るのに夢中で細かくなってっちゃう。こういう作業好きでしょ、金子くん。そうそうそう。いや、わかる、なんか。なるべく終わりのない作業をしたい、パズルとか。こういうの好きそう、たぶん。え、ちょ、ここ好きなんだけど、この油、油？皮？油、皮？皮だけ焼くやつあるじゃん。はい、皮串、はい、うん、めっちゃうまい。大好きです。サクサクで焼いてくれたらね。もうサクサクとかもちもちとか好き。食感な。そう、食感。大体布団でな、でもそういうの。わかる。確かに油とかだしね。なんかでもさ、豊秀さん、なんかあんまり女性に食うのあれだけど、すごい痩せたよね。はい、え、痩せました？うん、痩せた気がする。うん、思った。いや、思った。すげえ痩せた。なんか、なんか、なんだろう、ビューティーアップしてるから、ね、ビューティーアップ、ビューティーアップしてる、ビューティーアップ、うん、スタイルよって思った。え、ガチ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 、え、嬉しい、すごいよ。え、本当？え、ダイエットしてるんですよ、今してるんだ。あ、そうそう、なんか動画で言ってたからさ、ね、ダイエットなのにピザを深夜に食べようとしてそこはね。そうそう。なんか酔っ払うとそういうリミッターがなんかバグるっていうか。バグるよな。え、こっちで待つ？それでもいいけどね、はい。リチャード・ボナンの手癖フレーズです。やば、下手くそになってる、めっちゃ。え、これここだよね。あれ、うちコロネットだからさ、ちょっと分かんない。あ、何が？音？音程？音程。Thank you.
だ。できましたー。ちょうどいい、ちょうどいい水加減になって。え、したらさ、ハンバーグから、え、チキンライスメモリーしてる。ラブラ飛行、楽しくなってきた。楽しくなってきたね。盛り上がってまいりましたね。え、トランペット楽しかった。いきます。はい。ボって言った今。たまにボって言うかも。え、大丈夫これ。あ、でも別にいつも言ってるかも。あ、そうなんだ。怖い、これ怖い。怖いよね。うん。爆発したらさ、うちどうしよう。いやだ、まだ死にたくない。ちょっと夏バテ気味だからちゃんと食べないとね。え、プロのやり方。なんかやってるみたいに見えるからね。うん。やってる感すごい。やってる感すごいね。いや、本当は菜箸使ってやるんだけど。絵になるのでこっちで。絵になる、絵になる、絵になるのでこっちで、うん、まあ、しばらくはいいだろう。え、いいね、いいね、いいね。いや、楽しいわ。楽しいな。ずっとこういう日でいいわ。確かに。作んないよね、作る。俺ね、結構そのコロナ禍の時一番作ってたかも。そうなんだ、うん、え、じゃあオムライス食べたいってなったら絶対なんかファミレスとか行っちゃうもん。ああ、まあね、それの方が美味しいから。結構さ、一人で作るってなったら大変じゃん、これ。大変大変。卵をいかにこういい感じにするかがいつも楽しみで。あのドレスみたいなあれ、あれもあるし、うん、そうだね、俺はその本当は目指してるのは、あ、はいはい、包丁でパカーッと。そう、でもあれをやるためには30センチ径とかのちっちゃいフライパンでやらなきゃいけないから、ちょっとね、届かないんで、いつもその本来の理想の状態には。やっぱやってる人いっぱいいて、YouTuber でも、オムライスだけ作る YouTuber とか。え、そうなんだ。いるいるいる。金子さんって結構いろんなの見てるんだね。YouTube 見あさってるかも、割と。なんかボナも見るし、オムライス YouTuber 見た。そう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 。振り幅やばいね。振り幅やばい。例えば YouTube でこれ知ってるって言われて知らないケース少ないかも。意外とね。いや、わかんない、言い過ぎかもしれない。そう、意外と見てる。だから YouTube はあやかとゆひでは、あやかとゆひで見てる。インドに旅行行ってきたみたいな男の人が、でそのガンジス川ってその道頓堀の川の100倍汚いみたいな。そこでその神がいる川って信じられてるから、みんな入るの、その、あ、はい、はい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 、でお披露目するみたいな。え、なんかさ、めっちゃ入ってるよね、人。そうだけど、本当はその近くに火葬場があって、生焼けの死体が流れてる。わ、キモ。そうそう、やばっ、すっごい汚い、怖いね。そう、日本人が入ると死ぬみたいな。え、なんか怖すぎて、菌とかめっちゃ入ってる。そうそうそう、だから粘膜は全部何かしらで覆わなきゃ。そうだよね、うん、そこまでして行ったり。いやー、難しいけど。でもそれぐらい、そのなんか、まあ日本にはない価値観が転がってるから。あ、そう、うちさ、この前さ、一人でインドカレー屋さん、インドカレー屋さんに行ったのね。そしたら、アイスキーですかって言って、アイスキーですよって言って、インド好きなお姉様と会いに行ったの。夏はインドの、インド産の朝かなんかでできた服を長袖で着て、これ涼しいからみたいな感じで、なんかちょっとなんか、でもめっちゃいい人なの。言ってることはなんかちょっと動きが強いけど、いい人なの。そういう出会い面白いね。そうそう、でなんかインスタ公開してさ、なんか、え、私が好きなんだけどみたいな言われて、え、マジこれすごい偶然じゃんみたいな言われて、やばいやばいやばい、もうめっちゃおもろいよ、女の人で。どんな、なんか私すごい独特って言われるみたいな。あ、でしょうねみたいな。なんかそんな感じの面白い人。よし、ちょっとご飯ね。あ、ご飯ご飯。で、こうやってさ、うん、あげる？いや、このままご飯入れて、ちょっとね、あの、一緒に熱しちゃうのが趣味。ちょっと一緒に焦げていくのが趣味。で、ケチャップも最後に焦がすみたいな。あ、そうなんだ。え、すごい、メモリーするメモリー。メモリーしてる、メモリーしてる。もう、オムライスに関しては大丈夫。すごい。で、3人分って思うと、まあ、いっか。まあ、フライパンに入るぐらいで。だってさ、余ったら食べればいい。え、これってさ、うん、こういう感じ。あ、それでどう？なんかまんべんない、チャーハン状態にしてる。へー、すごい。コンソメも入れて、
コンソメ、いいね、コンソメセンス。ケチャップももう入れよっかな。すごいいい匂いじゃん。入れちゃうね、ケチャップ、うん、はい、こんな感じかな。おう、もうちょっと後で入れるかも。おう、おいね、おい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 、入れすぎるとなんかベチャベチャになっちゃうから。あ、そうだよね。猫くんすごいな。ね、すごい。ちゃんとなんか、なんかポイント押さえてるから、ね。そう、なんかそうそう、何回もやってるから。あ、まだ終えるわ。終えるね。うん、いくよ。はい。え、ピッてこの強さで平気？うん、まあ中火なら。中火ならいい感じ。そう。強火だけやんなければその焦がす事故はないから。うん、多分。なんかすごいよね。理論的だよね。理論的かもね、結構。結構理論的な人間かも。ね。羨ましい。羨ましい。むっちゃうまそうな匂い。ですね、うん。やばいっすね。めっちゃいい。超いいのできてる。できてるね。できてるよ。え、いいじゃん。うん。もうあとは、椅子あげてもいいけど。ちょっと焦がす系。そう、おこげ作ると、ここが美味しいみたいな感じにしちゃいがち。しちゃいがちね。うん。ちょっと胡椒も絶対入れるのか。おお、プロやん。え、こんぐらいでいいや。少なくね。今日はチートデイじゃないんだ。あ、でもチートデイズだったんですよ。チートデイズ。デイズ明け。デイズ明けだから。お、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいね、いいね。テンション上がるわ。いや、最高ですね。え、完璧。完璧だ。完璧なプラン。あ、でしょうか。じゃあ、これを片付ければいいんだよね。あ、じゃあこれ片付けるか。泡立ちにくいけど、まあ天然由来なんで、手が荒れにくいっていう。そうね、洗剤。洗剤です。あとまあ地球にも若干優しめの。なんかすごいね、自然派なんだ。自然派かも。自然派。やっぱセミ好きなんで。ああ。セミがいる世界を守りたい。守りたいみたいな。これあの、あ、いいか。最初こっちか。あ、お。失礼しました。イエス。失礼しました。バイトの時の。いや嬉しいな。ね、嬉しい、楽しい、ね、美味しいじゃん。美味しい。え、すごいね。ドリカムみたいな。ドリカム嬉しいかもしれない。え、すごい。今のやば。今何起きたの？いや見てなかったけど。落としかけた缶を空中で拾いました。かっこいいじゃん。運動神経の塊。運動神経ですかね。なんか動体視力多分虫捕まえてるからよくて。そうだよね。昨日なんか飛んでたカメムシを素手で。マジ？この辺電気の周りぐるぐるしてて、このぐるぐるの周期見て。マジ？宮本じゃん。すごかった、うん、あれ。もう霧表島のセミ採集はもう多分もう順調ですね。絶対すごいね。虫網いらないね。虫網いらない。素手で。いわゆる普通の運動神経はどうなんですか？運動神経そのものは、うん、多分、うん、悪くないんですけど、うん、チームプレーをするためのなんかその賢さがないので。なるほど。サッカーとかそのチーム戦はめっちゃ弱いです。はいはい。で、個人戦、うん、なんかその テニスぐらいの少数のやつ。なるほどね。ボーリングとか個人戦みたいなのは割と強い方だと思います。なのに本職はジャズとか音楽っていうチームプレー。まあある種チームプレーなので、そこはやっぱこうあれは多分スポーツ的なチームプレーじゃなくて、なるほど、会話とかまあ音だからできるのかなと。まああと楽器そのものは個人技だし。ああ、なるほど、ね、なんかゴールに入れるっていう例えばプロセスをなんか10人ぐらいでやんなきゃいけないってわけじゃないんで、うんうん、あ、氷入れなきゃ。あ、秘密兵器。秘密兵器。え、うちめっちゃ球技好きだったでも。あー、いや好きそう。小学校の時にバスケットボールクラブみたいなの入ってて、ね、でもなんかもう遊んでるだけだったんですけど、そうなんかドッジボールとかにめっちゃハマってて、20分休みとかあったじゃん。あ、なんかあったね。授業の合間でしょ。すぐ授業終わったらすぐ外出て、もうドッジボールの線こう家出てこう。ピアノ弾いてるとさ、その月指心配じゃん、はい、そういうのはなかった？ドッジボールとか。あ、でもなかったかな。一輪車で突き指したことあるんですけど。一輪車でどうやってやるの？突き指を。転んじゃって。あ、転んだんだ。指から行っちゃって、手から行っちゃったの。結構きついね、それ。例えばさ、先生とか親からそういうのやっちゃいけませんとか言われなかった？はい。なんか私、その時突き指した時、あ、練習できない、ラッキーぐらいに思ってた。練習嫌いになった、ね。なんか、外で遊びに行くなら30分ピアノやりなさいみたいな感じだったんですよ。やりなさいって言われて。親にそういうのもあったんです。練習嫌いの人はあれかな、やっぱジャズに行くのかな、ピアノに。どうなんでしょうね。クラシックが普通にやめようと思っ
ってて、うん、つまんなんかつまその時はあんまピアノに熱が入ってなくて、うんうん、つまんないと思った時にジャズにあったんで、うん、え何好き勝手やっていいのみたいな、そうなんかかっこいいなみたいな、いいなこれ弾けたらかっこいいだろうなみたいなのが、あったジャズに。氷を埋めるわけじゃなくて乗せるんだ。いや埋めたかったですけど、うん、ちょっと形崩れそうで、ちょっとこうなっちゃいました。このまま入れていいの？でこれ下む、これを氷入っても下にして焼いていくみたいな。賢っ。あ、すいません。いや、めっちゃ失敗するかも。こんだけ偉そうになんかあの知識。ちょっとやってやって。うん、めっちゃ知識ひけらかしてすごい失敗のハンバーグできるかもしれない。だってこの穴開いちゃったから、うん、ちょっとどうなるんだろうって、ちょっと久しぶりにやるから僕もわかんないです、どうなるか。うん、いいじゃん。うん、だから温かく見守る感じで。おああ、こうなるよね、だよね。だよね。こうなって。水だからパチパチ言うから。うわバカほど危ない。え、これ命がけだね。命がけ、割と。多分、ちょっと何かが違う。え、多分埋め切ったら、うんいいんだよね。そうなんだよね。でもなんかめっちゃうまくいきそうな予感がするけど、ちゃんと固まってるしね。そうそう、冷蔵庫入れときよかった。おでも肉汁結構出たな。まあいいか、まあ、これでも肉汁っていうか多分氷が溶けてるだけで、まあ、それもあるんで、はい、なんかうまくいきそうじゃん。なんかさ、俺ハンバーグってそのさっき見ててもっとこねるんじゃないのとか思ったんだけど、意外とこれでもいい感じじゃない。まあいけちゃうと思いますね。マジか。あ、でもなんか、ね、よく言うのは、こねることよりその空気を抜く、さっきのパンっていう作業、空気抜くのが大事みたいな。固く抜くんだっけ、入れるんだっけ。あれ、抜く。抜くか、そう。それがやっぱ型崩れとかをなくすから、肉汁を閉じ込めるみたいな。え、美味しそう。ね、あ、で、蓋すんのかな、多分。あ、そうだよね。うん。蓋もちゃんとあるんだ。え、すごい、なんか本格的じゃん。いや、本当はステンレスフライパンの蓋なんですけど、いいじゃん。え、すごいね。そう、径が一緒だったから氷を無理して、折ったから。え、大丈夫？なんか内出血しちゃった。ああ、うん、これが国宝級の右手です。やば、ここは不意や。切ったけど大丈夫かな。え、切っちゃったの？切ってないか、なんか内出血ですね。あ、切った風の内出血。あ、なんすごいね、なんか何分析みたいな。分析機能だね、なんかね。小池さん、その分析的な喋り方をすることある？え、したい。いや、しなくていい。なんか感覚的だからいいよね。おお、もう焼けてきてんじゃん。一応まだほっとこう。うん、そうだね、固まってから、そう、半分ちょっと固まんないといけない。かといって焦げんのも怖いので。あ、でも生焼けはもっと怖いので。そうね、もうちょっと火弱くていいんじゃない？そうだね、多分そう、それはさんがすごいこと言った。うん、それは結構大事な。大事な。やっぱね。さすが。やっぱ強火だとやっぱ分析。はい。分析させていただきました。で、明るい時間から飲むお酒。いやー、ね、最高だね。どこの辺だっけ？どれどれ？出たつまみ食い。どれどれ？どうですか？俺もどれどれ。うん。あ、うまっ。お。うまっ。うまいね。うん。なんか。これ予感してる。予感してる、うん、予感してる。あとこれデミグラス作るんだっけ。あ、作っとこうよ。あ、今混ぜるだけでいいんだもんね、うん、じゃあ、え、これなんだっけ、メモリーしてる、これメモリー、なんか分かんない、どんぐらい、何ぐらいさすがにこれはメモリーしてるが面白い。メモリーしてるこれ。基本ジャズのスタンダードの話なんですよ。、うん、ダフードメモリーしてるみたいな。ダフードね。あれ、ダフード好き、うん、水50で、あ、水50なんだ。ケチャップ3、大さじ3、あ、水結構多いな。多いな。ね、大丈夫かな。ここにウスター1、ケチャップ3、ウスター1。そんな割合なんだね。あ、そっか、割と意外と液体チックなものができる。液体チックなもの。なんか大丈夫かな。あ、予感してる。あ、え？あ、1？ うん。なんか豊秀先生と上司金子みたいな。よろしくお願いします。お願いします。マジ？これが
ハンバーグのそれになるのか。え、なりませんとかないよね。なんか雲行きが雲怪しいよね。雲行きがちょっと、あ、でもほらほらほら、あれ急に来た、ほら来た来た、こんな感じか。あ、まあまあまあ見たことあるかも。うん、家庭的なソース、料理人の味見。出た、料理人の味見の仕方しますね、うん、なぜか手の甲で。あ、いけるいける、入れる、いけます。やった。あ、これはいける、これいける、うん、町の洋食屋さんとか。町の洋食屋さんね。これなんだっけ、すげえ甘そうなやつ。サンフルって言って、フルーツ、フルーツ飴。すっごい美味しそうだったけど、すごい甘そうだったね。めっちゃ甘かったです。なんか最後の方ちょっと、なんか、うわ、もういいでしょ、ね、なんでダイエット中なのにあれは。でもやっぱパリッとか、好きなんですよね、うん、やっぱ。甘いのって美味しいよね。まあね。結局美味しいよね。マシュマロにビターチョコレートを塗って冷やして食べるのがめっちゃ美味しかった。うわ、うまそう。ビターチョコレートってどう作るの？あ、いや、なんか売ってるんですよ。それを溶かして、マシュマロにつけて冷やすとめっちゃ美味しかった。めっちゃうまそう、それ。一個一個こうビーズみたいなキラキラする予定だったの？割と。うん、だよね。これ、そうだ、そう思えば思う。なんかラメの、ね、ラメ、遠くから見たらラメなのかな。あのね、なんか見えるよ、それに。ラメに見える。あ、見えます、うん、近くで見るとなんかめっちゃプリント、ラメのプリントみたいな。いやー、これが今日届いた。そう、今日届いたやつ。いや、ちょっとした詐欺。え、詐欺だよね。で、おいくら？8900円ぐらい。ほぼ9000円。9000円じゃん。これありえないよな。その金額だったらプリントって思わないよね。そうなんですよ、うん、なんかちゃんとラメが貼り付けてあんのかな。なんか3000円ぐらいだったらまあ、うんうん、あ、なんか返しちゃった、ビビって返しちゃった。お、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいじゃん、この感じになります。音楽では絶対ビビらない金子くんが料理で、ちょっとビビった。いや、そんなことはそんなことは。音楽だったら突き進むのに。いや、もう少しビビった方がいいかもしれない。よく間違えるね。あ、でもいい、めっちゃいい。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょうどいいよ。これちょうどいいの。ナイス。そう。もう一回弱めるか。いやー、きっといい。え、卵任していいよね。あ、うん。なんか、まあ、絶対うまいじゃん、ね。まあ、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 そう、すっげー混ぜるのよ。混ぜて、めっちゃ混ぜてやるの。そうね。で、3等分したいから。あ、卵、一つにつき3個かなと。3個ぐらいを。そうね、そうなのよ、難しいんだよね。あのね、失敗するかもしれない。難しい、久しぶりに。難そう。焼くときも混ぜながら焼く、そうすると空気が入んなくなるから、しっかりきめ細かい卵になる。そう、シミュレーションしてる。そう、この円になったものをこう半分にした時点で、この半分にしたこのつなぎ目をちょっとくっつけるように温めたらもうのせる、で、うまい人はもうそれでもうなんか半月のようなオムライス包丁で切ったらパカンみたいな、トロトロみたいな。あるよね、そうよね。あれやりたいんだけどね、あれに行かないのは、あれにあれやりたいな。あれでも結構卵必要じゃない？あれ、そう、もっと必要だったよね、うん、何個ぐらいの？5、だからこのぐらいのやつにして5、6個とかの可能性が。すごっ、うん、いい感じだもん、ずっと。やばいね、やばいよね、いけるかな。どうなんやろうね。いや、なんか中が怖いんだよな。焼け目もまあまあだし、火もまあまあだと思うんだけど。あ、でも、もうちょいだね。じゃあ、もうちょい。すっごいしっかりまとまってるね、うん、ねえ、よかった、よかった。たまに作った時になんかいわゆるボロボロになって、はい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 、はい、ただのなんかそぼろ肉ありますありますよね。そう、すげえな、なんかあんだけ短時間でこねてああなるんですね、うん、意外とだ、やっぱ空気抜くのが良かったもん。え、つなぎかな、つなぎも大事かもね、つなぎの量かな、あんことかの。そう、え、これ何？これはその鍋作った時に置く用の鍋しみたいな。え、あれかと思った。何？あ、あこれね。あ、言おうとするじゃん。え、かわいい。
さあ、おお、いい感じじゃん。いい感じじゃん。もう裏見るだけなんで。うん、ああ、強火で一回やっちゃうか。そうだよ。ああ、そのちょっとパリ的な。パリ、パリ欲しいよ、ね。パリ出したいね。入れてー。はいよ。一気にいったな。せいぜい1分か。一気にいきました。あれ、もう怖い、怖い、怖い、怖い。あ、まだいけるか。熱い、熱い。でももう余熱でいいレベルかもしれない。余熱って結構あったよね。あ、イノサイド、余熱という曲を、シングルでリリースして、アルバムの中にも、入っておりまして、そう、で、今ですね、その浅木愛子さんというイラストレーターの方がですね、MV を作ってもらってます。はい、アニメーションがね、できるの楽しみにしてます。楽しみにしてください。夜の熱だけどね、あれはね。余る熱じゃなくて。あ、夜のね。夜の熱。今の時期にぴったりですね。そうです。あ、これはもういいわ。はい。これは、いや、でもどれももう。いい。うん。もう、これで中赤かったらもう。レンチンすればいい。レンチンすれば。いい、いいね、できたー、できたー。あ、なんかこれを、あ、それ使ってソースにするってありじゃん。そう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 、こういうのをデミグラスとかに、あ、まあ、でもかけてもいいし、ね、そういう見たことあります。その肉汁を、肉汁を混ぜ込む。こわ、わあ、贅沢。なんかなんかね、これで混ぜまして、濃くなるみたいな。なるほど、多分ね、わかんないけど。ぽいぽいぽい。でもなんか寂しいね、皿がポテトとかないと。ああ、付け合わせね。付け合わせがないと寂しい。じゃあそれは次回また、次回また。そうで、卵を焼くんですが、うん、はい、ここまで油切ってるとちょっと多分卵がうまく剥がれないので。あ、そうなんだ。まあ一回拭き取ろうかな。卵混ぜ、卵混ぜやります。ただ卵混ぜ職人、卵混ぜ職人やります。こうして、こうして、こうして、いいか、あ、よくないな。え、すごい、片手で割れんだ。やばい、恥ずかしい。すごい、もう全部動画になってる。全部動画恥ずかしいな。すごい。そう、まあ、トイレさんは片手で割らないんですか？割らないです。もうこう両手で、両手でしか割れない。片手で割ると楽しいんですよ。へえ。火つけますか？火つけます。ありがとう、ありがとう。つけます。いい、いい連携ができます。で、米粉はちょっと、え、何火、何火、ね、中火、中火だな。なんだっけ、なんかね、最初だけ強火でバッてやって、うん、すぐカッて弱火にするみたいなのも見たんで、うん、YouTube ショートかな、多分。XYouTube ショートで。X と YouTube ショートで見てますね。そう。そうすると、その表面はこうパッて固まとまるんだけど、中はトロトロのままでいける。結構しつこめに、ちゃんと滑らかに混ぜるのがいいって。本当はこういうのでこすのがいいらしいんだけど。そう、もはやそう。でもそこまでやってるとちょっと。そんな時間はね。そんなに。待ちきれないので。すごいね。丁寧、入念だね。入念、結構入念なの好きなの。入念なの好き。入念なの好き。入念なの好きなんだ。そう。あ、いけるいける。おお。これをちょっとこうしながら。え、手際よ。こうしながら。もう止めてよくて、なんか見たことある、それ。そう、なんかありますよね、このまとまっていく感じ。そうそう、で、もうちょっと止めてよくて。そうで、これをなんかその、うん、なんか、あの、なんかこうするみたいな。あ、見たことある。そう、オムレツだ。そう、あのクオリティにはならないけど、うん、でね、これをそれを乗せる、これを乗せるみたいな。でもね、ちょっとね、そのあのクオリティにはならないです、うん。あ、でもなんか近いよ、プルプルしてる。プルプルはしてます。うん、でもその広、ちょっと切るとかやめましょう、この中怖いんで。オッケー。でも、あ、でもね、ちょっと一回切ってみない。怖いな。いや、どうなるか。確かに。多分ね、取ろうとはなんないんですよ。何も起きなければそれはそれで。何か起きたら。で、あ、開けばまあいいかな。あ、いいじゃん、いいじゃん。お、なんかすげえ、お。まあちょっと開いたなぐらい。いいじゃん、いいじゃん。うん。
美味しそう。美味しそうです。もっと達人が見たら、チッチッチッって感じですね。チッチッチッ。まあでも、まあ、そう、こういうのをちょっと繰り返しやっていきます。おえ、じゃあ全部やっ。やる。もう。すげえな。任せる。うちはこれで絵を描く係、ね。絵描いて。手をピッと描こう。いや、かわいいですね。え、うまくない？めっちゃうまい。本当だ、あ、伝わるし。ちゃんと読めるし。読めるですよね。うん、読めるですよ、ね。読めるです。読めるです。いや、すげえな。あんなちゃんとできると思うんだ。いや、僕もです。すごい。普通に失敗落ちたと思ってます。すご。割とそれっぽかった。うん。片手で割れんのまずすごいよ。マジで、うん、割る力加減とね、この、あとやっぱ右手ですね。右手。右手のその、はこのこうできるかですね。だからこうその解説がそう左右にこう指が開けるかな。厨房で働いてる人みたいな。うん、プロか。やばいな、それちょっと某赤坂とかのお店の人には見せられないですね。某赤坂の、あ、某ベーシストとかね。某ベーシストとか某店主とかに見せられないですね。もっとこうするんだよとか絶対言われますから、それはさすがに。だってバーチオーゾ、あ、言っちゃったのオムライスだってもっととろっと、もうなんかきめ細やかすぎて、なんか美味しいよね。そう、ふわふわでなんか境目がどこにもない、そのダマみたいなのがどこにもない。ひよってる方なんですよ、僕。この卵焼き、あのなんかスクランブルエッグになっちゃうをひよって、あんま思い切りよく混ぜられてないんだけど。なるほどね。そう。おわ、でも。あ、え、一回目よりなんかいい感じじゃない？あ、卵肌だ。多分ね、そのここ下の焦げが掃除されてしまった、さっきの卵で。だからその分卵肌がもっと綺麗になってる。綺麗になってる。あ、じゃあさっきは犠牲になってくれたわけね。若干。で、まあここに置くと。素晴らしいじゃん。え、すごい。なんかいいですね。なんかお店的で、お店っぽい雰囲気になってきてる、うん、でまあ開い、これも開いても別に何も起きないから。まあでもまあ一応めくれるっちゃめくれるって感じ、うん、起きてる、うん、やばいじゃん。おお、そうでね、これチーズ一緒に置く、あの間に置いとくとまた美味しかったりするんですけどね。それはいいね。ここ切れたところが二流です。二流二流っていうか五流ぐらい。じゃあ金子くん、ここでもいいよ。金子って嗅ぎにくいんだよ。え、うまくない？うまいよ。読めるし。え、うまいよね。うまい。字は綺麗なの？え、字汚いです。いや、なかなかな手際ですね。この3個をさ、そうなんですよ。同時にやるってなかなか大変だよ。大変。なんかあれだよね、その労力的にはさ、俺のチャンネルで曲演奏するよりこっちの方が大変そうだよ。もしかするとそうさ。音楽はさ、結構みんな涼しい顔でやるけどさ、なんか料理大変そうだよ。料理はなんか労力がすごい気がする。確かに。おー、分別も。分別も分別に注目する。作りながら分別を。今日はなんでこの卵を選んだんですか？やっぱ綾姫だからですね。あ、綾姫。あ、私かな？今日の綾姫。ここまで分別すんだ。いや、今人に見られてるからです。あ、正直、うん、あ、もしかしたら炎上するかもしれない、ね。炎上するかもしれない。炎上反応。髪も入れてるとか。でも白身の感情をなくすのが大事なんだ。なんかそうね、このジュルのところ、ジュルのとこ、そうそうそう。ダチョウの卵はこのジュルが大きかったの？ジュル、あ、いや混ぜてないんで。おお、あ、そっか、そのまま焼いた、目玉焼きだったんですよ。うん、なんかだった。まあでもジュル多いのかもしれない。なんかなかなか焼けないって言ってたけど、はい、そんな焼けない。焼けなかった。2時間半ぐらい待ちました。2時間ってやばくないって。目玉焼きを待つね。めっちゃ待ちました。え、それ火力どれぐらいで？え、なんか弱火ぐらいでじっくり、じっくりいったね。ああ、まあでもじゃないと中がいかないからね。そう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 。でその間にピザ食ってお腹いっぱいになっちゃった。おもろ。あ、もういけるな。いける？いきます。はい。
やべ。黒缶。黒缶出してる。もっと混ぜるべきなんだけどね。ちょっとこれは研究が足りない。もう一回。これで。うまいもんだ。え、なんかめっちゃいい色。なんかいい色だね。こうして。おお。え、なんか。で、これを、まあ、一応切るか。多分いってないけど。でもまあ一応開くね、どれも。すごいじゃん。え、すごい。開きはする。だからオムレツがうまいんだよ。ああ。おお、いいじゃん。これいい。うん。多分卵がもっと多いともっと。うん、じゃあオムレツ屋さんのオムライス屋さんのオムレツあんないっぱい卵入れてんの？多分もっと卵いっぱいだと思います。ホムの木とかやばそうだね。ホムの木やばいと思う。ふわふわになのになんか喧嘩率すごくない？そしたら3個も入れたら4個も入れたら確かにどうしてるんだろう。あ、それはじゃあ僕ですね。点々が難しいですね。いい読める読める一番大事すごいじゃん読めるできましたできたやった、はい、じゃあでも実食できる、はい、ね、おーなんかえいい感じじゃないですか。いい食卓じゃない。じゃあいただきます。はい、めっちゃ緊張するうんいい感じ。うまっ、え、うまいうまいうまい、うまい、うん、すげえうまそう。じゃあハンバーグ、え、すごい肉ぎっしりうん、いい感じいい感じ。そのさ、その断面ちょっと取りたい。もう全然普通に焼けてるね。おお、すげえ。緊張するな、確かにね。どう振る舞えばいいかみたいな。いただきます。はい、うん、うまいうまいうまい狙った通り、狙ったとこよりは味薄いです。ケチャップライスがサラッとしてる。あ、そうだね、それはそうね、うんうん、あれ塩コショウしたしたけど、まあちょっとですね、割と。まあでも食べやすいかな。うん、うん、ハンバーグも食べます。デミグラスがね、ちょっと初めてだから、うん、こういう風に作るの。あ、うまい。うん、うん、なんだろう、牛乳とか入ってるのがやっぱ。あー、牛乳どんぐらい入れた？40ミリ。へー、うん、卵、パン粉、牛乳、うん、塩コショウだけ。はい、そう、だからそこがやっぱなんか。肉は何肉？豚かな、牛豚かな。牛豚、合いびき、うん、すごい、なんだろう、まろやかっていうのかな。うん、うん、うん、そういう味がする。すげえ、しっかりハンバーグだ。ハンバーグだよね。うん、よかった。あ、めっちゃ食べちゃう美味しいから。いただきますよ。ベジリうまそうだな。どうですか？うん、うまっなんかドキドキするな。なんかさ、俺味ちょうどいい。あ、本当ですか？うん、塩味。あ、そっかそっか、めちゃくちゃうまい。今まで僕がちょっとケチャップライス、そのコテコテのものを作りすぎたんで、なんか優しい味。卵のところ、ちょっと重点的に。うん、うん、なんかさ、なんかいわゆるあのオムライス屋さんで食べる感じ。あ、本当ですか？なんかふわっとしてる。あ、でもね、ふわっとはうまくいったなと思いました。ふわっとさ、これ薄いあの卵しか入ってないじゃん。あ、そうですね。なんかあの生クリームとか入れる？普通。あ、オムライス屋さんだと確かにその入れると思いますね。すごいです、卵だけでこうなるんだ。すごいね。俺今日なんか失敗しても面白いと思ったけど成功しちゃった。普通にハンバーグとか、うん、普通に食事作って本当に成功して成功してるね、うん、
うん、おいしい。これもうまいよ。ちゃんとおいしいのできちゃった。しかもさ、なんか、あ、肉はあれだもんね、あの合いびき買ってきたけど、うん、玉ねぎの大きさとかさ、ちょうどいい炒め方、ちょうどいい。さすが金子くん。ねえ、トイレでも手伝ってもらってもらう。これ、ま、こねたのはトイレさんで。そう、こねたのはうち。こねはうち、うん、すごい、この二人、やばい。いい、いいね、いい西田、しかもなんか確かに、合うよね、うん、合う。この洋食感、うん、すげえな。あるある。普段そんなむっちゃこの2品作ってないんでしょ。同時はないですね、うん、作んないですね。トイレさんはなんで今日ハンバーグって言ったの。韓国人が言ったんですよ、実は。あ、そうそう、あ、そうなんだ。あ、そうそうそう、何作ろうかって話したの。そう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 、なんだ。そう、あのちょっと久しぶりになっちゃうけど、うん、ハンバーグもいいかもね。ああ、そうなんだ、うん、最初なんかもっとこう攻めたものすごいの作るのかなとか思ったんですけど、うん、ああ、なんとろ、うん、なんとかストロガノフとかなんとかストロガノフとか、そうそうそう思ったんですけど、普通に美味しい料理ができましたね、本当に美味しい料理、美味しい、うん、ちょっと飲んでいきましょう。お酒ありますか。あ、そうだ、はい、これです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかこの絵いいな。うん。確かに YouTuber っぽい。YouTuber、うん、っぽいですね。いやー、我々 YouTuber としてまた高みに上ってしまいました。料理。また料理しちゃった。料理しちゃった。確かに。え、料理は、あれやったか。たこ焼きという意味ではね。たこ焼きはあるし。でもガチなのは初ですよね。うん、なんか。そうそう、初。いやー、ちょっと料理してる姿が全国にね、うん、ちょっと緊張するよね、うん、今になって大丈夫かなとか思う、うん、わかる、うん、うまっ。しかもうち前半なんかここにさ皮みたいなのついててさ、マジで、なんか映ってるかも、ね、うん、え、なんだ皮いや、なんか皮膚の皮みたいなのついててなんだそれ。新陳代謝、そうだ、はい、脱皮して生きてる、脱皮してるから。アイコンほぼそういうの映んないから大丈夫。よかった。 YouTube アップしてみる人もいないし、別に。そうですね、確かに、うん、本当は完食しました。はい、じゃーん、美味しくいただきました。じゃーん、じゃん、こんなに料理がうまいと実は思ってなくてでハンバーグって聞いた時に多分失敗するのか失敗どうかそれそれで面白いなと思ってたなんか見事な腕前でお二人とも。あ、結構嬉しい。エニグマさん姿を想像しながら繰り返し何度も音源を聴いているうち、豊秀さんの素敵なピアノと追いかけっこしようという発想に至りましたということなんです、ね、うん、追いかけっこっていうか、あのシンクロしてます。シンクロしたりそういうことだね。でも今のこれ見てね、はい、まずね、あの譜面見てないから、うん、覚えるまでやったんだよね、うん、みたいなね。ああ、確かに、もう自分が作った曲をね覚えてやってくれる。そこがね、あのびっくりして、そういうのが感動ですね、これは。まあ、情熱だよね。情熱。すごいなと思って。それ嬉しい。まあ、嬉しかったですね。ヘッドホンのケーブルは、はい、あの後ろに。そうですね。曲を空いていただいてるっていうのが伝わってきて、これはちょっと嬉しすぎたなというか、うん、はい、いや、そこは感じました。僕だったら泣いちゃいますよ。いや、僕泣いたんですよ。あ、泣いたんだ。うわー、これすごいことだなと思って。泣いたんで。泣いたんで。いや、素晴らしい。作った曲。ピアノの方も、あの、天才じゃん。はい。電子機内。はい。豊秀さん。はい。もう泣いちゃうと思うんですよね。泣いちゃう。そうそうそう。これは追いかけ。え、めっちゃ嬉しいです。だって知らない人にうちのピアノいいって言ってくれて、しかもそれを、え、うちのやつ弾いてるわけだよね。そう、うん、同じ弾いて、その金沢純子さんがまあみんながやるようにアドリブでソロっていうのはちょっと技術的にまだできないから、じゃあどうしよう、じゃあピアノをこう追いかけっこっていうかモチーフにある時はこうシンクロして弾いて、そこ埋めたりみたいな、そういうことをしようと思って多分すごい練習して弾いてくれたっていうか、もうめっちゃ嬉しいね。です。
じゃあ金沢純子さんにメッセージを。え、金沢さんありがとうございます。あ、以上です。以上です。さっきの。あ、このえ、このなんて読むんですか。米商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 さん。じゃあ、あの仲間というかお友達。あ、わかりました。なるほど。このドラム良くない？確かに自然、うん、めっちゃ感動ですよねこれ。一人でこれ叫んでました。おこの演奏いいよね。うん、こんなバンドサウンドになると思わない。いやそうですね。めっちゃなんか時代感じるよね。時代感じる。あの頃の感じするね。そう、あの頃だね。すごいこれ嬉しい、聴けて。トランデがあってやる。じゃあ一人ずつ一言言ってくれ。増田さんに。増田さんの私プレイとか聞いたことないんで。なんかね、楽器やるっていうよりかはその打ち込みとかアレンジとかそういうのがすごい好きみたい。あ、うん、そっか。あ、そっかそっか。あ、今のも打ち込みね。そう。増田さんめっちゃ素晴らしいです。弁償さん、素晴らしかった。なんか通して言うとね、ちょっといろいろあるからね。そう増田さん、弁償さん、増田さん、弁償さんで、ちょっとはい、ありがとうございます。素晴らしい。いや、弁償さんありがとうございます。めっちゃかっこよくて感動してました、勝手に。ね、またドラム打ち込んでください。イエーイ。めちゃくちゃ好みの感じ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。